はい、どうも皆さんこんにちは。キットスターリーム所属のトラです。はい、ということで、今日はね、何をしていくかというと、まあ、約、1年ぶりかな、1年ぶりの部屋紹介、まあ、デスクバリ紹介やっていけたらなと思います。まあ、前回が、まあ、1年前ということで、まあ、パッと見でもね、いろいろ変わった部分が大きくあるんじゃないかなと思うんで、今回それについて説明していきながら、まあ、紹介していけたらなと思います。あと最後にね、このデスク周りの中で、まあ、僕が今まで使ってみて、まあ、良かったものトップ3を、まあ、発表しようと思うので、よかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。はい、ということで、じゃあ早速紹介していきたいと思うんですけど、まあ、まずは、まあ、とりあえず椅子か。まあ、椅子は、まあ、前回で変わってないと思うんだけど、DD レーシングさんの椅子を使ってます。まあ、これはね、前回の部屋紹介の時に説明したんですけど、ね、キューティーネットさん主催の、ゼロビルド大会、九州限定のゼロビルド大会かな。で、準優勝した時にいただいた景品です。これは、まあ、1年前からずっと愛用してます。じゃあ次はね、ちょっと見えにくいかもしれないんだけど、ここにね、パッと見ドライヤーかなっていうのが置いてあるんですけど、これね、実はエアダスター、風で、まあ、ホコリを飛ばすやつかな、の、電動バージョンを、パソコンコンボで購入しまして、これね、まあ、下にコンセントがあるんだけど、コンセントで繋げてて、まあ、ホコリが溜まったりした時とかに、パッと取ってね、シューってキーボードとか、ホコリが気になるところにしたりしてます。これはね、結構ね、普通の電動じゃないやつと違って、風量とか、まあ、勢いが弱いのかなとか思いつつ、全然勢い強くて、エアダスターとか何本も買う人とかは、結構、こっちの方がいいかもしれない。これ結構おすすめです。じゃあ次は、PC かな。はい。PC は、ちょっとね、見えるかな。レボックって書いてあると思うんだけど、これはね、自分のユニフォームにも書いてある、木村情報技術さんが手掛けてる PC ブランド、レボックところのやつで、ね、この PC 自体ね、確かね、スペックが、GPU、グラボが 4070Ti で、CPU がね、Core i7 の 1470KF とかやったかな。メモリが 32GB で、このスペックでしたらね、だいぶね、値段も、まあ、リーズナブルっていうか、コスパがね、良かった気がするから、まあ、初めて PC 買ったりする人とかにも結構おすすめできるんじゃないかなって感じで、結構いい PC です。あと見た目もね、ガラスで中が見えて、これ結構ね、自分のお気に入りポイントかな。はい、これは提供していただきました。はい、じゃあ、次横にあるのがこれ PS5 ですね。まあ、PS5 は自分がコンソールキャッシュカップとか、あと PS カップとか、まあ、そういうのを出場する時とかに、使ってます。はい。隣にあるのが、これはマイクですね。マイクは、マオノっていうところのマイクなんですけど、まあ、これは、まあ、以前と変わらず、このマイク本体とアンモセットで8000円ぐらいだったかな。で、結構コスパ良かったので、これはずっと使ってます。はい。じゃあ次、モニター行こうかな。モニターは、BenQさんの 360Hz のモニターです。結構ね、まあ、この BenQさんのモニターはね、自分が使うのでは初めて買ったんですけど、この 240Hz からだったかな。確か。このね、リモコンが付くようになるんですけど、これがね、結構個人的に良くて、例えばね、自分の場合だったら普段ゲームするとき用のプリセットを作ってたりとか、あとはちょっと目が疲れてたりするときとかに、まあ、ブルーライトカットって言って、まあ、ブルーライトを極力抑えたプリセットとかを作って、まあね、リモコンのところに設定してるので、これをね、押したりして、普段切り替えて使ってます。これね、このリモコンが個人的に結構ね、好きでね、BenQさんのモニターおすすめかなって感じですね。あ、で、隣のモニター、このサブモニター、これも BenQさんのやつで、これは前回と変わらずに使ってます。配信のコメント欄とか、あとまあディスコードとかを見れるように、はい、横に置いてて、縦にして置いてますね。じゃあ次は、キーボードかな。はい。キーボードは前回と変わって、Apex Pro の10キーです。の2023年バージョンかな。で、これはね、まあ、皆さんご存知の通りだと思うんですけど、反応速度、アクチュエーションポイントが 0.1 ミリ。最近、ラピッドトリガーも追加されてて、これはいろんな競技シーンの、いろんなゲームタイトルの競技シーンのプレイヤーとかも使ってるかなって感じで、まあ、これは結構有名どころじゃないかなって感じですね。で、あと自分は、キー配置とかの兼ね合いで、このフリオッキーも置いて使ってます。はい。じゃあ次はマウスかな。マウスは、レーザーさんの最新型かな。バイパー V3 Pro っていうやつの、ホワイトですね。バイパー V3 Pro はね、ポーリングレートが 8000Hz 対応してるんで、バロラントとかそっち系の結構高いポーリングレートまで対応してる、ゲームとかで人気ですね。あとね、軽量、まあ、めっちゃ軽くて、重さ何グラムだったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、50グラム後半ぐらいやった気がするんだけど、確かそんぐらいで、ね、だいぶ軽くて。で、プラスでね、個人的に結構ね、形状が好みで、ここにね、ちょっと待って、比較できるかな。これ G Pro があるんだけど、この二つを比べたらね、高さがね、レーザーのが低くて、自分結構手が小さいから、このマウスの形状的にちょっと低い方がね、ありがたくて、
形状的な感じ意味でもこのレーザーバイパー V3 Pro は気に入って使ってます。次はアームカバー行こうかな。これね、あのダンロップっていうところのアームカバーなんですけど、これね個人的にマジでおすすめっていうか、言ってしまったらペイトゥーウィンぐらいおすすめでね、今まで使ってきたアームカバーと比べてちょっと違うところがあって、これね、つけた時にね、軽くつけてみると、ここのところに小指を引っ掛ける部分があるんだけど、これがあることによって、例えばゲームをプレイするときとかに、もうこうやってね、こうしたりとかして、マウスパッドとの摩擦で、このだんだんね、アームカバーが下にずれてきちゃったりとかあると思うんだけど、この小指引っ掛けるところがあることによって、まあ、それが防げてたりとか、あと単純にね、マウスパッドとの相性は基本的に全般的に良くて、自分が持ってるものと試してみたら、それがね、結構ありがたくて、湿気にもね、強くね、見てもらったらわかると思うんだけど、自分のね、腕の周りの、なんていうんだろう、太さかな。太さに合わせてサイズを選んで購入できるので、綺麗にシワもなくつけれるので、これは結構ありがたくて、愛用してます。次は、マウスパッドかな。マウスパッドは、ゲームセンスっていうところのレイダー、厚さ 4mm の青色のマウスパッドを FMOF のお店さんで購入しました。これはね、確かにピーターボットとかがゲームセンスのマウスパッド使ってたんじゃないかなと思うんだけど、前回までアーチザンのこれぐらいのサイズのマウスパッド使ったんですけど、大きめのマウスパッド欲しいなってことで、いろいろ調べてて、結構これがね、大きくて、しかも結構コスパ良かったかなと思うんで、これ買いました。マウスパッドのタイプとしては、滑るんだけど、止めるしっかりできる、まあ、バランス型かな。自分はスピード型が好きなんですけど、今まで持ってたマウスパッドの中でもしっかり滑るし、でもストッピングもちゃんとできるから、バランス型って言ってもだいぶいいかな。スピードよりかな、バランス型のスピード型って感じで結構気に入ってます。スピード型求めてる人でもバランス型求めてる人でもどっちにも全然当てはまるような感じのマウスパッドじゃないかなと思います。じゃあ次はイヤホンかな。イヤホンは、ゼンハイザーの IE100 Pro のブラック使ってます。これはね、まあ、シュアのやつと同じで、耳にかけてから装着するタイプのイヤホンですね。これはね、まあ、前回使ってたシュアのやつが、ちょっとね、接続悪くなっちゃって、同じぐらいの値段でいいやつないかなって探してみて、これを買いました。このイヤホンはね、シュアと同じぐらい、音質も良くて、コスパも良くてね、評価高いから、おすすめかな、これは。次イヤホン買うってなってもこれ買うかもしれない。シュアよりかはちょっとこっちの方が好みかもしれないですね。で、このイヤホンに繋がってるのがアストロノミックスアンプですね。以前と変わらず、これはね、まあ結構難しいんですけど、まあ、イコライザーとか自分好みにカスタマイズしてフォートナイトプレイする中で、まあ足音を聞きやすくしたりとかしてプレイしてます。あ、そうだ、あと紹介してなかったな、これウェブカメラですね。ウェブカメラはまあ以前と変わってないんですけど、ロジクールさんの 60fps の 1080p のカトドキ、確か1、2万円ぐらいだったかな、ウェブカメラを今も配信する時とかここに置いたりとかして使ってますね。ということで自分が普段プレイする周りのデスク周りは以上かな。そうだ、あとはゲームのお供じゃないけど、ここら辺の普段使いするものがね、まあこれだとあれかな、メガネかな。時々メガネかけて配信したりとかしてるんですけど、あ、これ上についてるのはピアスなんですけど、まあこれは気にしないでもらって、なんか目の調子が悪いなって時とか、あんまりなんかよく見えないなって時とかはよくメガネつけてプレイしたりしてます。ちなみにちょっと、まあ、この髪色にしてからかけたことないんですけど、まあ、かけてみるとこんな感じです。パーマしてる時に買ったんで、まあ、ちょっと似合うかわかんないですけど、まあ、こんな感じで時々かけながらやってます。あと、素はそんなに強くないから。あと、これはね、ワイヤレスイヤホン。ワイヤレスイヤホンで、まあ、外出る時とかに使ってます。あとね、今使ってるスマホの、スマホカバーがね、ちょうど、有線のイヤホン挿すところと被っちゃってて、あれこれ使えないじゃんと思う。で、ワイヤレスイヤホン購入しました。まあ、これのブランドはね、オーディオテクニカっていうところで、買った時は、6、7000円ぐらいだったかな。はい、の感じのやつです。で、あと大会中とかに刺す目薬とかっすね、ここら辺は。まあ、自分結構ね、アレルギー性鼻炎っていうか、まあ、アレルギー結構多く持ってて、まあ、鼻が痒くなったりとか、鼻水出ちゃったりとか、あと目が痒くなったりとかするんで、そういう時とかにする、まあ、点鼻薬とか、あとは、目薬とかですね。あと、これはちょっと最近新入りなんですけど、目を洗う系の目薬って感じで、まあ、これは、ドラッグストアとかで安くて買った目薬ですね。こういうのをちょっと使い分けたりとかしながら、はい、普段はゲームしたりとかしてます。じゃあ次は、サブ PC 周りかな。ここら辺はそこまで詳しく説明しなくていいと思うんだけど、まあ、まずは、照明かな。この照明。この照明は、配信とかするときとか、あと動画を撮影するときとかによくつけて配信とか動画撮影をやってます。これね、ちょっと待ってね。こっち側向けたら、眩しいかな。明るさがね、3つあって、あれで、まあ、これをいろいろ、画面に使い分けて、使ってます。はい。あと、まあ、サブ PC のモニターは、前回の動画でメインモニターだった、Acer さんの 240Hz のモニターを使ってます。
。まずは、ゼロ G プロ。で、そうだ、このキーボードがね、コルセア様から提供していただいた、このラピッドトリガー搭載の K70 かな ?K70 のキーボードです。これはね、結構ラピッドトリガーとか入ってるんで、自分が別ゲーとかやったりする時とかに使ったりしてます。こんな感じかな。じゃあ最後にね、いつもゲームするこれのデスク周りとは、特に関係ないんですけど、自分の趣味かな。趣味の中で、黒いボックスが置いてあると思うんですけど、これね、結構、スキンケアとか集めてて、賞金とか、あといただいてる、お給料とか。で、最近スキンケアを集めてて、中にはね、そんな全然大したもの入ってないんですけど、いろいろですね。皮膚科でもらった薬とか、あと日焼け止めとか、あと、石鹸とかがあったりとか、この辺にいろいろあったりとかですね。スキンケアについては、詳しくは動画にすることは多分ないと思うけど、もし動画にすることがあったら、その時にまた話そうかなと思います。ちなみに、このボックスの方は、お母さんに誕生日プレゼントということで、買ってもらいました。A few moments later. はい、ということで、今回は自分の最新の部屋紹介ということで、自分のデスク周りからをメインに紹介していきました。じゃあ最後にね、自分が今まで使ってきて良かったもの、トップ3を、じゃあ発表したいと思います。まず、第3位は、っていうかな。はい。これは、電動エアダスターですね。普通のガスタイプの、エアダスターに比べて、全然劣らないかなっていう感じで。で、すでにここに置いてあるんで、使いたい時とかにとって、使えるんで。実際に使ってみると、強度が2つ設定できて、ちょっとうるさいかもしれないんですけど、使ってみたら、こんな感じですね。こんな感じで、マウスも全然吹き飛ぶ威力出せるんで。で、今ので弱い方なんですけど、正方がさらにちょっと2倍ぐらいの強さなんですけど、こんな感じで。結構強いんで、おすすめです。じゃあ、第2位は、こちら、BenQ の、360Hz のモニターですね。BenQ の 360Hz のモニターというよりかは、リモコン付きのモニターですね、BenQ の。はい。これが、おすすめです。自分の中で好みのプリセットを用意して、このボタンを押すだけで切り替えられるっていうのがすごい便利で、この機能が特におすすめでお気に入りですね。じゃあ最後に第1位は、こちら。ダンロップのアームカバーです。はい。これはね、購入したのは楽天かな？楽天で購入しました。1位がアーム、1位がね、アームカバーってのは結構意外かもしれないんですけど、自分の中では、新しく買ったデバイスの中では、一番これがね、大きく変化した部分というか、使ってみて一番驚いたものだったんで、これを1位にしました。買ったのは楽天で買ったんですけど、買う時にね、自分のね、これ前腕の周りの太さとか、あとは、この二頭筋あたりの太さとか、調べて自分に合ったサイズを購入することで、よりぴったりと、フィットして使えるもし購入考えている方は測って自分に合ったサイズを買ってみてください。はい、じゃあ今日の動画はこれで以上となります。この動画がねいいと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。